はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご夫妻ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがたいであります。恐縮であります。統一選でですね、ちょっと10名立候補させて、なんだかんだで500万円消えたんで、非常にありがたいです。まあ選挙はやめませんけれども、もうちょっとお金かかんないような選挙考えないとなーって。そういえばNHK の経営委員会、4月11日のでですね、 NHK 会長の報酬が承認されておりました。年間3092万円、自分で決めて自分で承認すんだから、やりたい放題ですよね。会社の社長とかだと株主の目もあって、ちょっと社長もらいすぎじゃないの、株主総会で言われちゃいますから、ちょっと気にしますけど、 NHK やりたい放題ですよね。本当言ったら払ってる、受信料払ってる方が文句言わなくちゃなんないんですけれども、株主の代わりにね。メール党員の皆様、ゴールデンウィーク署名活動お手伝いボランティアよろしくお願いいたします。集めた署名は救う会を通して内閣府に提出されます。っていうか、救う会の署名用紙ですからね。時事通信、経産省、韓国を貿易ホワイト国に戻す方針。たった2行の記事で、経産省の誰から聞いたか書いてないし、時事以外のどこも報じてないんで、時事通信の嘘記事かもしれないんで、続報待ちであります。共同と時事の大嘘報道は金曜日発表が多い。これはですね、省庁や企業が休みでですね、土日はですね、あれ本当なんですかって記事の裏取りができず、嘘ってバレるのが遅れるから金曜に出ることが多い。大嘘記事。4月27日、新型コロナ感染症を、5月8日から感染症指定2類から5類にすることを正式決定。デパートやコンビニでアクリル板をおおむね撤去する方針だそうであります、各社。長野県保健所はいち早く撤去、役目を終えたと考えている。中小企業や個人店では、撤去した後に処分すか保管か決めかねているところも多い模様。また流行ったら手に入んないかもしんないし、保管すとしても場所食うし、悩ましいということを出そうであります。一般判断です。防犯のためにつけとけば、これありかもしんない。特にタクシーなんかね、後頭部お客にさらしてから殴られてたらたまんねえもんね。そのままにしとけばええやん。あった方が安心できる客が多いようなら残した方が。そのまま置いといて壊れたら都度廃棄で、不法投棄されまくる暗い未来が見える。何でも最後は国が。メルカリ見たら中古でも意外と高額なのな。半分ぐらいの人はですね、撤去せずそのままでいいんじゃないっていう意見でした。私は動物病院っていう個人店やってたんですけど、わかるんですけど、必要ないものを置いておくのは邪魔で非常にストレスなんですよね。私だったら即処分だな。引き取り業者さん、バブル到来じゃないでしょうか。引き取ったアクリル板は廃棄じゃなくて成形し直して再利用するそうです。駅の案内板とか町の案内板とか、まあ、使い道はいろいろだそうであります。Do it yourself、 やる人は知ってると思いますけれども、結構なお値段するんですよね。アクリル板のね、1メーター×1メーターなんつって売ってますけれどもね。メルカリにドッと出品されて値崩れしそうだなーって。入管法改正案、衆院法務委員会で可決。で、ここで委員会で可決されると、大体本会議でも可決されます。自民、公明、維新、民民が賛成。立憲に譲歩した部分を削除した。改正案が可決しました。元に戻した。立憲の骨抜き小細工は通じなかったみたいであります。一般意見、よしよし。牛歩はないの。委員会では牛歩ないよ。無限に申請できるのがおかしかったのだ。
うな丼の方が重要って終わってるよな、立憲。本人の命を守るためにも早く返した方がいい。立憲と共産が邪魔しなければもっと早く決まってたのに、入管法を厳しくするのはなんで不満なのって話だよな。人権は祖国に保障してもらってくれ。スパイ禁止法まで頑張ると。入管法を厳しくして不法滞在の日数減らすのはですね、日本人の安全と本人たちの安全に、寄与しますよね。送還せずにダラダラと長期間交流は人道的でないですよ。なんで立憲と共産はあんなに抵抗するかっつうと、まあ日本を混乱させるためですね。あと外国の支援を受けてからですね、立憲賛成は支援者を裏切ることになるって白状してましたし、民主党の負の遺産を着々と浄化していってほしいなーって。安倍政権8年続いたけど、やっとここまで来たか、手つけられなくてって感じですか。浄化候補なんですけれども、小宮山厚労大臣が定めた欧米の10倍以上も厳しい原発排水基準と。なんだっけな、欧米だと100とか150ベクレルでええよって言ってるとこ、日本だけ10ベクレル以下じゃないとダメみたいな、厳しい、すごい厳しい。再稼働本格化する前にこれ変えないといけないんじゃないか。立憲と共産は日頃欧米を見習えって言ってんのに、なんで放射能さんたちを煽ってですね、まあこれにも大反対するんだろうな。そういうですね、矛盾したことをやってるから支持率上がんないんですよね。下がる一方なんですよね。まあ本人たちは分かってないとは思いますけれどもね。毎日新聞が入管法改正に大反対の記事を書いておりました。難民申請中で難民申請中で就労できない人たちは生活保護も受けられない。このままでは死んでしまう。生きていけないほど大変な状況にある。だって、一般犯です。知らんがな。帰ればいいじゃん。毎日新聞が食わしてやれば。日本じゃなくて祖国に文句言ってよ。自国の大使館に相談してよ。不法滞在者は無実じゃないけど、生死がかかってるのになんで日本にいるの？なんで支援団体はお金あげないの？難民認定が緩い国に行った方がいいのでは？難民申請中で就労できない人。難民申請中は実は就労できます。まともな人なら。つまり失業中ってことだね。失業中でも生活保護を受けられないから、死んじゃうって毎日は言ってるんですけど、それおかしいよな。自活できない外国人の滞在は、そもそも法律で認められてないんだからですな。二重に罪を犯していることになりますね。不法滞在といてはいけないのにいるっていうですね。外国人生活もそうですけれども、なんでこいつらはね、自国の大使館に相談しないの？なんでなの？大使館はなんで自国民を保護しないの？大使館の一番大事な役割だと思うんですけどね。豊島区に一世帯だけでしたけれども、アメリカ国籍の生活保護がいてたまげたなぁ。何がGDP 世界一でってふざけんだって話なんですけど、都知事選公約、来年6月都知事選に出ようかなと思っております。都知事選公約、生活保護申請に来た外国人は窓口で話聞く前に母国の大使館にご案内いたします。だいぶ変じゃねえこれ。永住資格を持つ外国人は日本人と同じ基準で生活保護してやれって、これ厚労省の通達で拒否しにくい、自治体は拒否しにくい、なのでこういう小尺なですね、小細工をしないといけないんですよね。これやっとですね、多分都から千葉、埼玉、神奈川に困窮外国人が流出するんですけど、まあまあ、そこがね、文句してきたら、うるせえな、あんたらもやれば、いいですね。地域間競争っていうか、地域で、競争原理が働かないと、よくなんねえからね、自治体も。共産党大秘宝、マイナンバーカード、保険証一体化で、従来の保険証は廃止。と衆院本会議で、採決可決成立しました。参院はまあ遠くからね、一般判断大反対してる人は病気にならなきゃいいんじゃね。いいなこれ、皮肉っていうか、まあ無理なんですけどね。顔写真付きが嫌なら
10割払えばいいじゃん。そうだよね、あの保険証使わずに、パヨちゃん不正できなくなっちゃう、共産党党員が使い回しできなくなんだろ、都内済みで免許持ってないから身分証に持ってるわ、マイナンバーカードね、私もそうですね、やっぱりというか共産党が大激怒しておりました。このような重大な法案がまともな審議なしに通されたことはかつて経験したことがない重大な事態であり、強く抗議する。国民的運動を広げ参院で廃案のために全力を挙げたい、なんて赤旗に、C 和夫の言葉として載っちゃいました。聞いてますね。ブワハハハハハ。ストレスで免疫落ちて風邪ひきそうだな、この調子でいくと。共産党が顔真っ赤で反対なら、まあ、推進すべき、正確無比な指針であります。まともな審議なしに、大嘘、これ。立憲共産が散々抵抗して長引いた国民的運動を広げ、人民運動の間違いですか。いや、運動で勝とうとせずに、まともなこと言って選挙で勝てよ。したら、好きなことやるからさ、参院で敗因のために、全力を挙げたい。選挙で負けたから無理です。全然無理です。なんかもはや、端末マーですね。一体化で利便性高まって、いいんじゃんかってね。そんなに保険証が顔写真付きになるのが嫌だったら、保険使わずに10割全額払えばいい話でしょ。簡単じゃねえの。そんな反対するんだったら、そんなにね、マイナカードの、顔写真付き保険証が嫌だったらば、俺は、健康保険を使わない、払わない、そもそも健康保険料払わなきゃいいんだ、払わないで、あんた使えませんよ、そういうわけいかないんだ、ですね、健康保険料って健康保険税にいつしか変わってて、払わないで滞納ずっとしてると差し押さえきます、他の税金と同じで、国民健康保険料が実質税負担率の中に組み入れられているゆえんですよね。年金もですね、俺は年金いらねえわって貯金やっから何億もっていうことができなくなりました。いつしか。年金もずっと払ってないと差し押さえされるようになりました。まあ、税金ですよね。これは年金税、年税、払わないって人いるのかな？差し押さえる財産ないって人いるのかな？口座封鎖されたりすんちゃうのかな、ちょっと疑問に思っておるところであります。というわけで、日本改革とお支えくださいメール党員になって、動画説明欄もっと見るのところから、ご登録ください。ちょっとがっかりの残念な選挙結果でありましたが、かかった金のまあ、ちまちま出てくと分かんないでね、合計どのぐらいかかったのかなって調べて、今日は愕然としている靴沢でありました。デトックスジャパン。